もうなんでだよ、ほんとに。なんでこんなことになってしまったんだ。ほんとに。いや、聞いてくださいよ、皆さん。皆さん見てわかりますか？今日5日目です。5日目で見てください。11。一生できてないんですよ。で、この一生できなかった理由を聞いていただきたい。私、最後、まあ、決めようと思いまして、まあ、3戦中ね、1戦目は勝ったんですよ。はい。1戦目勝って、で、まあ、ギアフィフスバースト溜まった状態で、1戦勝ったんですよ。で、2戦目、まあ、ちょっと相手が強かったと、っていうのもあって、捨て駒にしたんですよ。はい。で、次が、まあ、ギアフィフスがいたのかな、確か真ん中に。ギアフィフスがいて、まあ、ちょっとこれじゃ勝てないなっていうのがあったので、その、何でした?捨て駒を入れさせていただきまして、3戦目にかけたんですよ。で、3戦目来ました。もう、先生は自分、耐久やし、博識馬で行ってたんですよ。なんで結構自信あったんですよね。で、相手もちょうど、自由馬心属性馬だったのかな、うん。だったので、まあ、いけるなと思ってやっていまして。で、途中で、こっからが事件で、途中で充電が切れてしまったんですよ。携帯の。なんで見てなかったんだ。まあ、ただね、皆さん、これで終わりじゃないじゃないですか。グランドパーティーって。一応消えた状態でも、もう一回確かやり直せるんですよね。もしかし、やり直せるんですよ。一回。落ちたということでね。で、やり直すことができるので、まあ、そこからやり直したんですよね、自分ね。うん。でも、やり直した代償として、バーストが使えなくなるんですよ。これ意味わかんないですよね。うん。バーストが使えなくなるんですよ。まあ、あれなんですよ。多分、何回もやり直して、バーストのタイミングを、こう、測るっていうやり方もあるんで、それができないように多分バーストを封じているんですよ。なんですけど、バーストが使えなくなった以上、もう、その相手との純粋な強さで戦ったわけですよ。でも、相手はバースト使えるんですよ。なので、負けました。いや、なんでだよ。くそが。もう、相手も使えなくしてくれや、じゃあ。もうっていうことで一生逃しました。いやもう残念、めっちゃ残念。いや結構調子良かったんですよ、今回いけそうな気はしてたんですよ。やらかしましたね、めちゃめちゃ。充電しとけ、充電しとけ。まあということでね、いきます。最後3戦だけなんですけど、ちょっとやっていこうかなと思ってます。で、まあ、前回ね、思ったより地属性馬が弱すぎたっていうのもあるので、ちょっとね、編成を変えていこうかなと。即属性馬かな。やっぱり、今の状態では即属性馬を入れておくのがまだ強いっていうのと、まあ、力属性馬が今結構強いんですよね。快進撃で。力属性と、まあ、ギアフィスのいる、自由馬であったり、ナミアンドカリーナがいる白色自由パっていうのが結構強い、みたいなね状態ですので、まああと心属性もまあまあ強いのかな。まあなんでそれをちょっと逆手にとって、まあ自由力属性パが来た時の、まあ即属性パをちょっと作っておこうかなということで、即属性パ作っていきます。はい、ということでやっていくわけなんですけど、見てわかる通り、もうね、ギアフィフスを野放しにしてしまうと、ギアフィフスを船長にする、方が多いんですよね。まあ、なんでこういう形になっちゃうんですよ。もうこういう絵面になってしまう。で、まあその中でもいけそうなのがこちらの方かなと思いますので、ちょっと行ってみようかなと。まあちょっとね、真ん中のガイモンっていう方もちょっと気になるところではあるんですけど、まあちょっとこちらの、編成の方とやっていってみましょう。さあ、頼むぞ、頼む。シンプルに頼む。さあ頼むぞ。まあ相手自由パなのかな、若干自由パっていうか自由パなのかな。まあ、なんでこちらのまあ耐久性もありますし、軽減もできますので、自由パに対しての。
まあ、なんである程度ちょっと減らしていただいて、でナミ&カリーナを早めに発動するのと、まあ、相手がちょっとねあの CT が重めということで、まあ、ちょっとナミ&カリーナで早めにちょっと CT を下げつつっていう形ですかね。はい、さあナミ&カリーナ来ました。もうここで CT を下げちゃいますと。あ、もう結構溜まってますね。まあ、ここで、はいはい、こんな形でちょっと減らしていきましょう。でこちらの必殺技をもうスピードで打っていく。まあ、一応これが耐久ね、野心パ、あ、野心パじゃない、白色パのちょっと定石というかね、うん、耐久性を上げていくと。で歌でドバンと決めていく。いいね。あと5体。あー、もうこれ決まったわ。ここでもうロビン&コアラ必殺は打てる時点で勝ち。はい、オッケーで、しかも相手にダメージを与えさせない。まあ、そうすることで相手の GP バースはたまらないわけですよ。まあ、なのであとはちょっとザクザクと、2体を倒していくと。まあ、そんなにダメージ受けないので GP バースもたまんないと。でもこっちは耐久性もありますし、特別効果の方で、ね、耐久性もありますので、まあ、ある程度しっかりと、倒していけると。でまたこの防御弾の CT 下げつつって感じですね。であとは早めにちょっとこのカウンターが厄介なんで、早めに必殺技で、そうね、倒していきましょう。さあ、いけますか。 OK、 レイリー&ギャバンのみ勝ちましたと。 OKOK、 で次ですね。問題は次真ん中が誰なのかっていうところなんですよ。一応右が多分ギアフィフスなんで、心属性パなのかなと思うんですけど、真ん中が何パなのか分かんないので、ちょっとこちらの心属性パで、ここ、あ、心属性パじゃない、あの10パ当てていきつつで、あー、斬撃か。斬撃嫌いなんだよな。いや、でも斬撃って感じでもない。なんだこのヘス、斬撃じゃないな。まあいいわ。まあ、こちらも、ナミ&ロビンが膝を打った瞬間にこちらの GB バスを使えば、まあ、ある程度、飛ばせるので、それ待ちですね。もうこれがもうね、自分の中の定石になってしまって、白式、耐久パで相手1体倒して、その間に、その間でギアフィフスを貯める GB バスと。で、次の時に、この自由パのナミ&ロビンが膝を打った瞬間にこちらの GB バスを使って倒すっていうのがもう定石になってきましたね、自分の中で。はい、下がってます。これでまあ多分5体飛んでいくので、まあ多分飛んでいくかなと。はい、で残り1体を倒していく。いや、もうこのね、このスパンでいってたんですよ。なのにですよなのに、あのね、事件が起きてしまったわけですよ。まあということで1勝目、勝ちましたということで、まあこのまま2戦目もいってみましょう。はい、ということでここからね、相手の更新ができないということで、もうここで決まるんですけど、やはり全員ギアフィフス。ギアフィフスなんですけど、詳細見てみた感じ、どれも勝てない。うん。どれも勝てないレベルですね。まあ、なので、一番ちょっといけそうかなと思ってるこの方とやっていくのと、ギアフィフスってダメージを与えるごとに、その、GB バスが溜まってしまうので、ちょっとね、こちらの、斬撃か力属性パみたいなね、1戦目をちょっとこちらのね、ホーディの方で受け止めまして、これで GP バスを溜めさせないと。で2戦3戦倒していきます。さあ、これうまくいくのか、初めてやる試みですけど。いや、でも普通に他のね、即属性パで言ってもただただ相手の GP バスを溜めさせるだけなような気がしますので、しかも普通に海賊祭限定のキャラいっぱい持っているというね。まあ、なんでこっちのちょっとホーディで、まあ一瞬で倒していただいて GP バス貯めていくと。 OK、 これで GP バスがたまらないんです。ちょっとまあこれで同じ条件ですよ。今フラット状態で、相手ナミアとカリーナもいたんでちょっと勝てないなっていうことで、さあこちらの白色耐久場で迎え撃っていく。多分自由場じゃないのか。あ、自由場じゃない。いや、自由パなのか、いや、自由パってわけでもないのか。微妙なラインですね。まあでも、こちらのナミ&カリーナが溜まれば、こっちのもんなんで、ナミ&カリーナが溜まり、で、ウタ、ロビン&コアラっていけば、多分倒せると思いますので、早めにね、決着をつけていただいて、で、GP バスを溜めつつ、次のところに行くっていう感じですかね。さあ、頼むよ。まあ、悪くない。ナミ&カリーナ溜まった。まだ顔を見せたいナミ&カリーナ。おっと、ここでもう
チョッパーを使う。ただこれで防御アップとかをかけていく。早めに来た。やばい、混乱か。やだな。ギャフィス。あー、お前溜まったんか、今の一瞬で。やめて。危ない。いや、待って、早いって。ロビン&コアラ今使うべきじゃない。ただ、痺れかかってる。え、待って。うわ、混乱になってる。ちょっと待って、終わったかも、これはさすがに。混乱はまずい。混乱は普通にまずいんだ。混乱はね、普通に厄介なね、あれなんですよね。うわ、やだわ。ちょっと待って、歌で行っても無理じゃない？あー、でも一体飛ばしたか。ただ、相手もまあ、サンジとブルージャムぐらいしか溜まってないので、大丈夫、大丈夫。耐えれる。耐えれる。いける。オッケー、まだいける、まだいける。でも、これはもうナミ&カリーナの CT 待ちかな。危ない。この藤か。まあ、ただ、いやー、やめて、いやー、お前やだ。混乱やめて。いや、ただ一体だ。いいわ。しかも、封じかかってるロビン&コアラだ。うわ、やばい。よし、耐えた。やばい。ああ、よかった。準備マスク使われなかった。さあ、ここで回復。とりあえず回復してくれ。うわ、上の、前の方回復してやれよ。いや、待て。これは大丈夫。これは大丈夫。まだ。必殺打ってくるわけじゃない。じゃあ、もうやめろ。GB バスト絶対打ってくんなよ。さあ、ここで波宿りだ。オッケー。これでとりあえず相手の CT 減らしていきつつ、防御ダウンさせていく。やめてよ、やめてよ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これ飛ばせ。オッケー。オッケー。いや、回復しか。やめろよ。絶対 GB バスト打ってくんな。GB バスト打ったら負けだ。GB バストだけは打ってくんな、絶対に。頼む。GB バストだけは打つな。オッケー、いいぞ。いいぞ、いいぞ。これで、オッケーオッケーオッケー。一体飛ばしていく。ただね、こっちのね、時間もない。時間もないのよ。そんなね、遊んでる暇もないのよ。ちょっと待って、ナミ&カリーナで行って、で、このキャロット&ダーでもうどうする、もう倒すしかない。頼む、キャロット&ダー。お前飛ばせ、全員。全員飛ばしてくれ。いけ。あ、一体残った。やばい、3体残ってる。ちょっと待って、チョッパーで回復。で、待って、ロビン&コ、あ、ロビン&コアラだ。おー、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 オッケーオッケー、激戦激戦、オッケーオッケーオッケー。あれ、チョッパーじゃなかった今、必殺技。いかいかいか、やった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 、ワンチャンあるワンチャンあるわ、ワンチャンあるわ、ワンチャンあるわ、これいくぞ。自由パだ。しかもバス、うわ、でもどっちもまだ合ってんだよな、バスな。だから相手がそれこそ GB バスとちょっと温存してきたら勝ちだな。温存しろ、温存しろ、 GB バスと温存しろ。温存しかないぞ、勝てる道は。温存してくれ。こっち側のロビン&ナミが必殺を打つまで温存してくれ。一発目で打ってく。空気読めねえな。ただ、まあこちらもね、一発打たれたぐらいじゃ早々やられませんよ。まあまあ大丈夫ですよ。とりあえずこちらも先ほどの定石通りに、ロビン&ナミが必殺を打つまで待つという感じですかね。よしよしよし、オッケーオッケー。うん、まあまあまあいいでしょう。それは耐える。それは耐えさせていただく。で、まだ相手も溜まってないだろうから、ギアフェス溜まってない。溜まってる！やめて。オッケー。まあまあまあ、おでんなら。おでんならまだいける。オッケー。これで、これで飛ばす。これで飛ばす。で、3対4になる。3対4。しかもこっち側必殺溜まってる。あ、そっか。ギアフェスはそっか。復活があるのか、まだ。ただこれで、うわ、お前、おい、なんでだよ。なんでだよ。早いって撃っちゃうの。3体来ちゃったよ。どうすんの、これ。大丈夫この3体。相手は？うわ、溜まってんな。やばいな。ちょっとまずいな、これ。やめて、やめて。いや、ただ、これはね、数の利があるはず。数の利があるので、耐えていただきたい。耐えて、耐えて。オッケーオッケー。まだ耐えれる。しかも、ゾロは復活があるし、ギアフェイスも復活があるから、まだ大丈夫。オッケー。オッケー！いける。いける。もう、見えた。勝ち筋が見えた。今のはもう、隙の糸が見えた。隙の糸。次の人にやった。決まりました。OK。 よっしゃ、敵倒した。これは勝った。これは確実に勝った。これはもらったぞ。あ、強いな。強い。なんかやめろよ、その最後の悪ガキ。最後の悪ガキやめてくれ。やばい、危ね。今のでね、例えばね、かなり削られてたら GB バスト使われてたら負けですからね。危ない危ない。 OK、 倒す。勝ちました。いける。ラスト1戦いきましょう。いや、これどうしろって言うんだよ。どうしろっつんだよ、これ。どうさせたいのこれは。俺に。
どうしろというの。もうなんもない、なんもない、なんもないわ。うん、でなんかね、あの最後ってその相手のリーダーによって、あ、ここが何パーだなっていうのは分かるんですけど、全員ギアフェイスだからもうどうしようもないんだよね。さっきの方法でちょっと言ってみていいですか、このギアフェイス相手に。これ1戦目捨てて、で2戦目白式耐久パーで倒して、最後また自由パーでいく。もうそれしかない、それしか道はない。オッケー、白式パー、いやー白式じゃない、技パー。下手したらここで自分は、あれを入れようとしてたんですよ。何でしたっけ？速属性パー。速属性パー入れようと思っていたので、ちょっとありがたかったですね。いいよ。これ、ホーディでちょっと、倒していただいて。オッケーオッケー。これでフラット。皆さん、これでフラットなんで。私たちは、この2戦目でフラットです。まあ、ただ、相手が、勝ってる分、相手に、ちょっとね、あれが、心理的に有利ですけど、相手が。さあ、ここで、ん？何パーだこれ？ん？これ何パー？自由パーか？なんだこの異質な自由パー。勝てんじゃねえかこれ。これ、思ったより相手弱い。いいぞ。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。下手なことがなければ。それこそその、ハンコクダミアンドロビンの混乱さなければ。頼むぞ。とりあえずダミアンドカリーナが必殺打ってくれんと困る。オッケーオッケー。まだ。で、いい感じにもう半分ぐらい溜まってるから、もう少しで来るはず。来い。そのギアフィスの後ろぐらい。オッケー。だからギアフィスがまだ打ってくんな。絶対に打ってくんな。オッケー。決まった。勝ち。勝ちでございます。もう早めにナミアンドカリーナ打てて、CT 下げれれば、もうこちらの勝ちなんですよ。もうナミアンドカリーナ万歳。オッケー。いいよ。いいでしょ。受けてたと、それぐらいは。オッケー。もうナミアンドカリーナ万歳だわ、これ。さあ、キャロットでちょっと減らしつつ、はい、わっ、そっか、相手今3時のあれでちょっと待機上がってんのが、なるほどね。ただこちらの畳みかけである程度倒していただきたいところではある。だが倒れない、耐えるね。まあでも耐えれるはず。 OK で、こちらチョッパーで回復する。完璧な配置、完璧な配置すぎる、完璧な配置すぎる今の。さあ、混乱はもうしょうがない。受けて立ちましょう。しょうがない、これはもう。混乱はもう、耐える。で、一番怖いのが、あと6秒の間に、ナミアンドカリーナが必殺打ってしまうと、これが消されてしまうので、オッケーオッケー。まだ後ろの方だね。大丈夫、大丈夫。さあ、怖いところではありますけど、耐えますか？オッケー。いいよ。で、まあ、打って、ってくるのか。オッケーオッケー。キャロットアンダーワンダーで減らしつつ、うわ、ナミアンドカリーナ打ってほしいんだよな、先にな。まあ、ただロビーアンドコアラでこれは1体は飛ばせるか。耐えるね。よう耐えますわ。オッケー、しびれ発動したのでかい。で、ナミアンドカリーナまた CT 下げつつ、まあ、これで相手からの必殺技はもう飛んでこない。で、歌で飛ばすって感じだな。オッケー、完璧。完璧な流れ。しかも相手は GP バストが溜まっておらずっていうところでね。もう完璧ですね、流れ的には。さあ、残り3体。はいはいはい。まあ、相手がそれこそ、ギアフィスが必殺さえ打たなければ、もう相手が GP バス溜まることはないので。ギアフィス頼む、ロビアのからギアフィスを狙ってくれ。あーなー、誓ったか。まあ、ただこれで、あー、GP バス溜まっちゃった。もったいねー。これ相手も GP バスなければなー。結構有利だったんですけど、これはもう仕方がない。撃て撃て、逆に撃て、今撃つしかないぞ。くっそー、撃ってくれよ。撃て、なんかバカみたいなことしろ。くっそー、ダメだ。相手も考えてる。やばい、あと3秒だぞ。ちょっと待って、ロビアンコアラ決めろ。え、あれ、これどうなんだ。おー、よかった、勝ちだった。見た、びっくりしたよ。勝ちだった、よかった。よく耐えた。最高。そっか。グランドパーティーはそっか。耐えれれば OK なのか。あれなんですよ。普通の海賊祭は負けになるんですね、これ。負け判定なんですよ。危ね危ね。さあ、こちら10番いける。これは勝てるぞ。ナミアンドカリーナが必殺、あ、ナミアンドカリーナじゃない。ナミアンドロビンが必殺撃てばもうこっちの方よ。ギガフェイス撃ってこい。もう、早めに撃て。もう今撃て。よし !OK! これで OK ですよ。もういい。これでいいんだ。オッケーオッケー。
で、まああとはもう波&ロビンが必殺を打ってくれればもうこっちのものなので、さあさあさあ溜まってますよ。今半分ぐらいまで来ました。はいはい、死の死へのカウントダウンが始まってますよ。あなたたち待て待て待て、早いって、波&ロビン来るの、ちょっと待って、早いって、ちょっとこれはまずいですよ。まだ、ま、いや一旦ここでおでんである程度減らせる、これ、あ、オッケー、減らせんならもうここでギアバースト使う、バースト使って飛べ、よっしょ、けーでかい。いやでも残なんだそのちょい残し、やめてくれや、やばい。いやだだ、ただただただギアビブスとかは一応ねあれがあるのでね、あの復活があるので、まだやばい、オッケー、まだいける、オッケー、3時来た、これでもう3体飛ばせ、3体飛ばせ、もう勝ち、そっち行くな、そっち行くなって、そっち行くなって、ちょっと待って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 、ただ待って、相手も溜まってないからギアフェイス発動すればもうこっちもんだ、無理やで無理、オッケー、カウンターで倒せ、カウンターで倒せ、オッケーオッケーオッケー、いける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 、勝った勝った勝った、勝ちました、勝ちました、皆さん勝ちました。15勝した人の喜び方じゃないんですよね。もうこうなると本当に残念、もうなんでだよ本当に、こうなるとなんであの時負けた。10年さえあれば勝ってました、15勝してましたよ。悔しい、めっちゃ今のは、これは普通に悔しい、なんでこんなことになってしまったんだ。まあでも勝ちましたね、まさか勝てるとは。なんか久しぶりに来ました、この最後の5日目、5日目で全勝できたのはもうかなり久しぶりですね。うん、まあ今もうこの白色耐久パーとこの自由パーが硬すぎて、うん、ちょっと今後使っていきたいですね。で個人的にやっぱね、技パーが個人的には強いと思ってるんですよね、やっぱり今強い。でも相手がね力属性パーが今結構出てきてるので、速属性パーを固めるか、もしくはまあ同じく力属性パーで対抗していくってなると、コビーであったり、限定ルフィであったり、まあそこら辺が結構必須になってくるので、まあそこら辺をちょっと狙っていきつつ、またガチャ引いていきたいっていうのと、まあ、力属性パーにするか技属性パーですね。自分は意外と技属性パーのその典型的なキャラっていうのは持っているので、ちょっと技属性パーを構成していきたいっていう感じですかね。うん、まあそういう形でちょっと次のグランドパーティーは全勝を目指して、いやでもね、皆さんに言っておきたいのは、全勝したと思いたい。今回は結果としては14勝ですけど、あれがなければ15勝だったので、皆さん頼みます、15勝したってことにしてください。